こんばんは。大丈夫か。はい。こんばんは。はい、今日も配信をやらせていただきたいと思います。はい、ここに見てきてくださってありがとうございます。はい、ミラさんありがとうございます。こんばんは。今日もお疲れ様です。はい、変な音がした。こんばんは。お仕事とか学校とかお疲れ様です。配信のためにさきやを見てお仕事早く終わらせてくださったりとかね、ありがとうございます。よし、今日も頑張っていこうと思います。こんばんは。ヤッホー、ヤッホー、早くからありがとうございます。じゃじゃじゃん。はい、そうですね、今日も1時間やらせていただきます。ミラさんありがとうございます。ハートありがとうございます。はい、よし、じゃあオリジナル曲自分次第からいこうと思います。1,2,3 はい、ありがとうございます。
い、ありがとうございました。オリジナル曲自分次第でした。はい、ありがとうございます。ドクメさん、花火ありがとうございます。皆さんたくさん歌ってる途中にね、あのコメントプレゼントくださってありがとうございます。マリリンさん、お子さんご卒業、あ、待って、違う、あーお、カノさんありがとうございます。お仕事頑張ってください。お仕事の悩みに見に来てくださってありがとうございます。ご卒園でしたね。ご卒業って言って、あー、なんか変な人だ。マリリンさん、ご卒園おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、知ってる？ Not the End。Hulu だっけ？ アメバだっけ？ どっちだっけ？そのドラマのですよね。竹内涼真さんと、中条あやみさんの。かっこいいなと思って、曲自体は知ってます。知ってます。そう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 。はい。弟はね、いえいえいえ、弟はもうちょっとかな、もうちょっとで卒園します。ナウさん、高校第一志望受かりました。おめでとうございます。すごい、おめでとうございます。あ、今日すればそうですね。受験発表。私の通ってる高校も受験発表でした。おめでとうございます。おめでとうございます。一安心ですね。一安心だ。おお、頑張ってより良い行ってみる、行ってみようかな。じゃ頑張ってより良い。涙のキスもそう、ずっと思い出せなかったからいきますよ。サザンオールスターズさんの涙のキス。もう一度。じゃあ昨日ちょっと頑張ってみたより良い。ありがとうございます、聞いてくださって。岩の香さんのねカバーさせていただいたの聞いてくださってありがとうございます。いつも定期的に YouTube 見てくださってありがとうございます。より良い。あれだよね、大人な曲ですよね。そう、 TikTok でよく聞く。私も TikTok で知ったんですけど、フルでね、聴いたらふわーっていい曲ですね。おしゃん。はい、じゃあわぬかさんのより良いいきますね。家まで送ってもらいたいの、今夜満たされてたいの、できれば君にちょっと濡らしてほしいの、脱いで寄りたいの、ごまかして消したいの、君といたいよ、暗くてぬるい部屋で。さん、はい。ほてってふらついて肩触れ合うように、足りないものをひとつ教えてあげる。君が見上げて中さんのより良いという曲でした。そう、首が左右に、ね、揺れますよね。揺れやすい曲ですよね。なんか
コメント YouTube のそのアルカさんの、のコメント欄で妖怪ウォッチがなんかなんて言うんだろう、進化して、なんか妖怪ウォッチがなんか言葉違うけどなんか おしゃれになった感じってあって、あ確かにって思いました。あのヒューってところの原曲ぜひ聴いてみてください。はい、かっこいいね、大人なおしゃんな曲ですね。はい、今日は21時20分まで1時間やらせていただこうと思います。はい、愛を込めて花束を、いいですね。今日の夕飯ホイコーローでした。ホイコーロー大好きなんですよね。あのホイコーローすっごい大好きなんです。甘辛いのが、ね、いいですよね。そうですね、リクエストたくさんありがとうございます。バックナンバーさんのハッピーエンド、あでもどうだろう、あの YouTube ライブの時の方がいいですかね。バックナンバーさんいっかいっか、また歌ったら前髪にも入っちゃいそう。確かにもうそろそろ切らないと、伸びるの早いね前髪って。後ろ髪が早く伸びてほしいけど、ハセの手紙、ハセの手紙が多い、ご飯が進むね。ハセの手紙 OK、 じゃあ今日ハセの手紙をねちょっと後の方に歌わせていただこうと思います。ホイコーロー、そう美味しいですよねホイコーロー。はい、で結局迷っちゃうな。あそうだ、涙あのキス、あれサザンオールスターさんですね。はい、迷っちゃうね。ありがとうございます。優柔不断がありだね。あと手島葵さんのただいまってリクエストいただいててちょっと気になってるから、また絶対いい曲ですよね。何だっけ、涙のキスな。髪の毛は1ヶ月に 2,3 ミリ伸びる、あれ結構思ったより伸びないんですね。もっと1センチぐらい伸びるのかなと思ってた1ヶ月で。なんだっけ、涙、はい、じゃあサザンオールスターズさんの涙のキスいこうと思います。はい、今すぐ会って、はい、結構難しいからいきます。今すぐ会って見つめる素振りをしてみても、なぜに黙って心離れてしまう、泣かないで夜が辛くても雨に
はい、サザンオールスターズさんの涙のキスでした。ありがとうございました。くるくるしますか。私は見なく見てくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。たくさんパチ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 プレゼントありがとうございます。ナイスもたくさんありがとうございます。はい、今は大丈夫ですか。よかったです。次、須田まさきさんに歌わせていただいてもよろしいですか。はい、たくさんリクエストありがとうございます。はい、じゃあ須田まさきさんにしていきますね。泣いていいんだよ。そう、漢字の方の虹です。日本人形みたいなありがとうございます。ギター上手くなったね。うんうん、どうですか。毎日触ってるおかげですね。娘さんの卒業式、卒園式聞く予定です。あ、それはね、思い出に残りますね。僕がね、ビデオをしっかり撮って。はい、じゃあ須田まさきさんの虹いきますね。はい、ちょっとかわいい。
須田まさきさんの虹でした。ありがとうございました。へい、はい、立ってる途中にあの桜くださった方ありがとうございます。ね、雰囲気良くなりますよね。やっぱメガネがね大事ですね。のび太くんのメガネね、メガネ持ってこりゃよかった。メガネが大事ですね。はい、やっぱドラえもんは好きです。いくつになっても面白いですしね。よいしょ、ドラえもんまた映画やりますよね。あのなんか小人だっけ、違うな、宇宙人だね、宇宙人の、あれ今やってるっけ、はあ、でドラえもんのあの平井大さんのあの以前のあの何かのどこかのどこかの映画の主題歌、平井大さんのあの曲すごいいいです。はい、いくつになっても、そうザ・ギフトですね。そう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 、そうです、すごいいい曲ですよね。はい、あ、知ってる、360度どこでも行け、なんか行けなかった、ダメだった、出なかった。360度もね、あ、すごい何回も見ました、あの映画だっけ、ヒーローのやつ。そうだね、リクエストたくさんありがとうございます。森山直太朗さんの桜、昨日はあの歌いたいって言ってて歌えてなかったので桜行こうかなと思います。はい、よし、さくら、今何時？44分、まだ全然いけますね。最近は私の記憶力が上がってる、確かに。どこかな、僕らはきっと待ってる、君とまた会える日々を、いきます。森山直太朗さんの桜いきますね。リクエストありがとうございます。僕らはきっと地の上で手を振り
とうございました。のみり森山直太朗さんの桜でした。リクエストくださってありがとうございました。ごめんなさい、土地のあの霞ゆくのとこの音程が全く取れなくて、なんかやってもちょっと飛ばしちゃった、ごめんなさい。だからカスカスカスってずっと言っとって、ね、はい、ありがとうございました。コメント欄たくさんね、あの桜ありがとうございます。あら、ありがとうございます。桜舞い散る中に忘れた記憶と君の、うんうんうん、ちょっと早口だから立ってみようかなと思って練習しようと思ったんですけど、か噛む噛むでちょっとまた頑張ってみようかな。はい、ご卒業された方おめでとうございます。今度ね、高校2年生です。明日が通知表返ってきます。進級できるかも返ってきます。そんなにやっぱすごいわけではないんですけど、今のあれ、あ、自動延長になってますね。もう1年経つんですね。早いですね。私はコロナとかもあって、なんか、1年が短かったような気がする。本当に。今年じゃない、去年ね。そうね、どうしよう。愛のレンタル、マカロニ鉛筆さんの、あれ、どなたかリクエストしてくださってましたよね。30分です。今日もした、あ、パジャマ、自由のパジャマです。愛を込めて花束を。あ、愛のレンタルいらっしゃいましたよね。オルフェンズの涙、残酷の天使のテーゼ。確かに世界に一つだけの花、歌ったことなかったっけ。なんか一回歌ってみて、なんかちょっと失敗したような気がする。はい、マカロニ鉛筆さんの愛のレンタル行こうかなと思います。そうした、クマのパ、あのパジャマです。クマのパンツって言うとし、なんだっけな、愛のレンタル、恵比寿中、私立恵比寿中学さん、マカロニ鉛筆さんが書かれた曲だけど歌われてるのは私立恵比寿中学さんなんですよね。はい、愛していたいのに、リクエストありがとうございます。私もこの曲すごい好きです。消えてなくなってしまうな、鉛筆さんの愛のレンタル、そう歌われてましたよね、たのちゃん。いきます、いきます。愛していたいのに消えてなくなってしまうな、やめられないよ、感情的にはなれない、君は僕と Hey, yeah.
ありがとうございました。ギター難しい。はい、マカロニえんぴつさんの愛のレンタルでした。個人的にすごく好きな曲ね、ヘイのとこ、はいでした。リクエストくださってありがとうございました。気分がノリノリですね。アップになりますね。するあ、ちょうどだった。そう、ここ好きです。現代を乱する、こっから先にどうする、多分続く愛の昔かりと、そうですね、あとまだ55分なのでね、まだいけますね。いや、急なね、配信だったので、全然まだまだ歌います。リクエスト、たくさんありがとうございます。そうですね。明日、白日、世界に一つだけの花。あ、そろそろ明日行ったの、明日への手紙。ゆいさんのチェリー、そうですね、明日の手紙はオリジナル前に歌わせていただこうと思います。フルで頑張って、はい。でまずそうですね、どうしよう、空と青、エメラルド、猫、星屑、ヴィーナス、そうですね、昔からある場所、ゆいさんのチェリー行こうかなと思います。チェリー、はい、ふわりと冷たい水の中を、あれ、どう忘れちゃった、中島みゆきさんですね。よし、じゃあゆいさんのチェリーいきますね。今日は C なんだ。あ、本当だね、右下のそのアルファベット、確かに本当だ、 C だ今日。あれ、昨日って D じゃなかったですか。何なんだろうね。いきまーす、ゆいさんのチェリーいきますね。
ルイさんのチェリーでした。キュンと狭くなるいつも。可愛い曲ですよね。これ春の歌ですか。たくさんね、さくらんぼありがとうございます。ありがとうございます。可愛らしい曲ですよね。ちょっとなんかあのあざとく言ってみました。恋しちゃったんだね。どうしよう。くちばしにチェリー、なんかあのだんだん音程出てきたから初めて聞きます。くちばしにチェリー、かぶってますよね。どうしよう。今そろそろあれですね、明日への手紙行こうかなと思います。ファイトはファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を、震えながら登ってゆけ。です。だね。ありがとうございます。書いてくださって。中島みゆきさんのファイトね。ファイト。サビのとこだけですが、書いてくださってありがとうございます。あ、そう、あのちょうどあのリトルグリーンモンスターさんのカバーを聴いてましたので、ちょっとそっち寄りになっちゃってると思います。高さがよいしょ。はい、ちょっとメロディっていうかあのリズムが難しいですよね、言葉と。はい、そろそろじゃあ足の手紙行こうかなと思いますかな。いいニュース。ああ、最終回だったんですね、空と青。空と青を歌わせていただいてから明日の手紙行こうかなと思います。よいしょ。はい、アカペラで明日の手紙を聞きたいです。あ、それもいいですね。でまず家入亮さんの空と青いきますね。キウイ、ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、あの時間がね経っちゃうとあのやっぱり配信されてる方が多いので一回1位になってもあの下がってっちゃうんですよね。皆さんありがとうございます。たくさんね、桜の花びらありがとうございます。プレゼントしてくださってありがとうございます。じゃあ家入レオさんの空と青いきます。あ、ちょうど見た目アカペラでね、寝る前だったからちょっと見えずに終わっちゃったけど、あ、似てるって思って寝ちゃってた。いきます。君が笑うと嬉しいから、どこまでも二人歩けそうで、君が泣いたら空を泣くよ、星の隠れた夜はそばにいて。だから
かった、ごめんなさい。君が生まれたその日には東北の月さえ語りかける。空に浮かんだ青い船はゆらゆらあなたを運ぶだろう。やがて時が過ぎてく、思い出の水たまり、うまく飛び越えられずに闇に散る。繰り返す白いさよなら、心小さく震え、愛を忘れていたけれど、いつかまた夜を越え、明日の風を待って、桜の舞う季節に君と出会う。そしたら朝が来て、降り注ぐ光に青い空を捕まえたなら、生きてゆこう。すごくあのタンタンっていうリズムがすごい好き。はい、イエイにリオさんの空とでした。ありがとうございました。はい、よいしょ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、カルさんお帰りなさいませ。ありがとう、飲みながらで。仕事お疲れ様です。そうね、じゃあそろそろ手島葵さんの明日の手紙を行こうと思います。ちょっとさっきから目が疲れると思ったらライトが眩しいんだ。ちょっと低くする。ミラさんありがとうございます。じゃあ頑張って、明日の手紙どうしよう。ギターはあり。はい、島尾さんのお箱ですね。どうしようね、途中からアカペラとか。そうですね、じゃあ初めはまあギターありでいきますね。いきます。なんかすごいあの楽しみに期待してくださってるね。ちょっとプレッシャー緊張、頑張ります。じゃあ手島葵さんの明日の手紙フルで出していただきます。はい、うん、人は手
三島葵さんの明日への手紙でした。ありがとうございました。はい。よかったです。たくさんありがとうございます。泣きました。ありがとうございます。よかったです。曲がいいからね。ほんと曲ほんとあったかい曲よね。はい、ジュエリーさんありがとうございます。いや、こちらこそ聞いてくださってありがとうございます。アルペジオだとね、ね、あったかい感じしますよね。よかったです。この曲ほんと大好き。ミラさんありがとうございます。もう1年前ですよね確か、うん、この頃に撮影してました。3月ぐらいに。いや、もうちょっと前に、受験の前じゃん。全然前だった。もう3月じゃない、全然前。はい、受験の前にその名古屋では撮影しましたね。だから言うて2月か2月1月ぐらい。気づけば5位。あら、ありがとうございますね。そう、参考書持ってたからね、受験の時ですね。あの前はスタバの抹茶ラテを飲んで待ってました。待って、今言っちゃいけないこと言ってる気がする。言っちゃいけないこと言ってる気がする。収録はね、そう、はい、ね、聞かなかったことにしてください。すみません。よし、はい、ね、美味しいからね、抹茶ラテ。よいしょ。はい、じゃあオリジナル曲いきますね。いきます。じゃあ鐘に続けるよ。よし、鐘に続けるよ。いきます。よいしょ。ちょっと時間が危ういですね。よし、一緒に見て。リクエストたくさんありがとうございました。今からオリジナル曲入らせていただこうと思います。いつもたくさんありがとうございます。はい、加熱できるようにいきます。うん、5つの声が1つになって涙が止まらなかった。不思議な経験したんだ。主題歌鐘に続けるでした。はい、ありがとうございました。いつも聞いてくださってありがとうございます。動画を始めてみましたの方にアップさせていただいてます。させていただいてます。
MV の方見てくださってありがとうございます。はい、そらいろさんありがとうございます。そうですね、あと1日頑張りましょう。で、えっと、私頑張るって言っても午前中で終業式だから終わっちゃうけど、その午後も自分でちゃんと頑張ります。はい、ヒロさんありがとうございます。ヒーローさんありがとうございます。はい、皆さんもいつもお仕事お疲れ様ですね。本当に学校もお疲れ様です。課題は多いです。数学のプリントが2枚も、あ、じゃあなんかすごい裏表の裏表ぎっしり問題がずるんってある課題が出てます。はい、そうですね、会えると思わなかったからすごい嬉しかった。よかったです、続き続けて嬉しいです。数学ね、もう飽きてくるから本当に、なんか問題解いてるとできないと眠たくなってくるんだよね考えてる間に。うん、ヒロさんありがとうございます。大花火ありがとうございます。そうですね、どうしよう、じゃあ笑って歌をしていただこうかなと思います。待って、ごめんなさい、咳が出そう、ちょっと咳が止まらなくなるからちょっと終わっていいですか、すみません、終わりますありがとうございましたすみません、キュッてなって止まらなくなりそうなんで、ちょっとここで終わっときます。すみません。ありがとうございました。すみません。ちゃんと挨拶できなくて。お時間作ってくださってありがとうございました。お疲れ様でした。はい。すみません。本当にありがとうございました。あ、なんか止まりそうなんだけど、ちょっと出るからごめんなさい。無理しないときます。すみません。すみません。